いまーす皆さんお元気でしたかはいということで今日はですねあの私は前髪を切りすぎましたーイエーイということではいそうなんです実は前髪を切りすぎて見てくださいこの久々のパッツンヒーカでございます。はあ、困りましたね。 困りましたよだからなんか中学校の時とかは本当にもっと短かったんですよもうこんぐらい眉上だったのでそうだけど久々にねそう短くなりましたまあでも今日学校行ったらね友達みんなに「え前髪切った?」って声をかけられたのでいいかなと思います意外と似合ってるみたいなので。 あ,あよかったありがとうございます皆さんおそしてギフトも続々塩宏二さん幻さんウルタンちゃんチョウキンさんフロストさんこっちゃんゆきたんさんまさんしのさん情報技術研さんさがみさんえいすけさんゆうさん GS さんちゅんさん皆さんありがとうございますねこじ監督さんもあつきさんもにじいろのそらさんもありがとうございますということでね えー今日はですね、あの福井ね、なんと今日は降ってなかったんだけど、昨日雪が降ってたんですよ、昨日一おとといかな。雪が降りまして、そう、あの雪国と呼ばれている福井が、今年はちょっと、あんまり降っていなくってね、雪が。で、昨日一おとといで降って雪が。で積もるんじゃないと思って、もう冬だ、クリスマスだ、ホワイトクリスマスだとか思っていたら、もう消えました。 積もるほどは降らなかったですね。今日は雨で、しかもね、そう溶けちゃって全然でしたね。そうなの。雪だるまも作れないぐらいでした。もうちょっとなんかあす浅く雪があるよみたいな雪って言ってもいいのかわかんないけど、そう溶けちゃいました。まあでもね、雪が積もるのまあ嬉しいけどあれなんですよ。 雪かきとかが大変じゃないですか、本当に。そう、だから、ま,ま,まあ、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 多少降ってくれたら、嬉しいかなっていう感じですね。うん。はい。<laughs> 皆さん、どうですか、なん、結構ね、ニュースとか見てると、北海道とか、熊本かな。が、すごい降ってたのを見たんですけど。あ、雪は六十センチ積もってます。え、どこだろう。積もってるんだ。やっぱり、積もってるとこは積もってますね。 島田和之さんプレゼントありがとうございます。そう、雪嫌だよね。うんうん、みぞれは降ったかなお。あ、さっきの六セ,センチだっけ、三十センチだっけ。な、何センチだっけ。六十センチだ。 <laughs> 6センチとかなめすぎねこんだけ6 0ンチってことは1メートル1メートルは6 0ンチだよねえ違うっけ、OK、すごい北海道ですかやっぱり北海道はすごいあの前選抜メンバーの皆さんが北海道でねやってたじゃないですかそうえ六6 0ンチって1メートルじゃないあれ1 0 0チ？ あれ、百センチこ、え。今のは忘れてください、皆さん。百センチだよね、そうそうそう、ええー、六十センチ。ええ、六メートルか。うわ。<laughs> そう、ボケたボケた、うん。ボケてみましたそうそうそう。ちょっと笑いをね。世の中に笑いを。 ということでえー、大変 <laughs> えー、なるほどねそっかそっかえー、でも福井もね普段結構積もる方なんですけどね今年はあまり、うん、積もっていないようですそうだから私もね雪をちゃんとまた見てみたいんですけれども 今年はま、はい、まだ詰まっておりませんでもねなんか今週末になんか大寒波が来るらしい知ってます皆さんなんか大寒波が来るらしいよだからどうなんだろうねクリスマス寒いのかなねそうだよねあ知ってる方がいらっしゃったそう大寒波が来るらしいしかも 10, 10年に一度って。 相当だよね。ね。握手会、そうそうそう。大丈夫なのかな。ね。私も握手会福井から向かうので。新幹線とか止まらないとい,いけないなって思ってますね。はい。 という感じで握手会皆さんよろしくお願いしします土土日日今週の土日だよしかもイブですねクリスマスイブにイエスイエス皆さんと会えるということではあしいですね是非一緒に楽しみましょうはいということで今日は何を話そうと思ってね今日も書いてきましたいろいろねえー、話題がまあまあまああるんですけども、まあ、ラジオそうえー、昨日おとといその一昨日 土曜日に、はい、あの放課後ラライブのラジオ皆さんありがとうございました聞いてくださった皆さん。あの今年ララストラジオでした、はい、そうもう最後今年ラストのラジオだったんですけどそうラストということでねもう皆さんたくさんねあのお便りを送ってくださったんですけどね全部はねその放送内で読み切れなかったんですしあとなんとヒロミ先生が来てくださって。 そうなんと私の,そのラストの日が「チラムネ応援委員会」っていう企画をやっているんですけど、まあ、それを説明しますと <laughs> 説明しますと「あのチラムネ」っていう千歳くんは「ラムネ瓶の中」っていうライトノベルがあるんですけどその作者さんが福井県出身の方でヒロム先生という方なんですけれどもそうでそれでそのライトノベルがすごい有名でそうだからあの福井でねそのライトノベルとかまあ もっととと広めていいここうということでね福井でイベントだったりいろいろやっててでこのラジオではその応援委員会ってチラムネについて話すコーナーがねあるんだけどそうそれがなんと私がラストの時に100回記念を迎えたらしくっておめでたいそうだからしかもそのんじゃ100回記念だったじゃないですか。 だからその記念としてヒロム先生が生出演してくださってすごくないですかそうだからあの初めてだったんだって生出演はそうその初めての素晴らしい時に私の出演会だったということでそう3人でねお話ししていろいろちらむねについて聞いたりとかね今年の感じだったりとかいろいろ。 お話しして。そう、皆さん聞いてくれました。めちゃめちゃ素晴らしいことを言っていたの。なんかね。やっぱり作家さんっていうのかな？やっぱすごいよね。うん、作家さん合ってる？そう、すごいよね。ねなんかね。話すことがすごくってなんかえそう考えてそうなるとか。それを見てそう思うとか本当にすごいことを。 そうおっっしゃてていてやっぱりなんかね考え方というかいつも見てるものは同じでもさやっぱ違うんだなと思ってそうなんか特に思ったのがなんか月を見て手が届かなないいと思ったみたみそれがそのラムネ瓶の中に入ってるビー玉に似てるなと思って「この,その千歳くんはラムネ瓶の中」っていう題名にしましたって言ってて。 ど,どうですか皆さん月まず手が届かないと思ったことありますないよねそうそこなのよ私はね月を見てまんまるやとかね綺麗やのとかいやほんま綺麗やぞとかねそうやのとかね思うんですよ でまあ、それでちょっとなんか「いやー私今結構なんかエモーショナルな感じじゃない?」とか思ったんですけど「手が届かない」とかねしかもそれが「ラムネ瓶」の中のビー玉に似てるなんてそ,その連想もすごいだと思って私だったら何と思うんだよ手が届かないえー 想像もでできないですうんすごいよねすごい,すごいと思ってやっぱひろむ先生はねそういうことを普段考えてらっしゃるんだと思ってそうびっくりしましたね私もなんかやってみたいんですけどね連想して「ひよ向ちゃんすごい!」ってなってほしいんですけどちょっと今のところないですね考えておきますちょっとうん。 そそうそうだからやっぱそういうなんかなんて言うんだろう想像性もな <laughs> 想像性もなって <laughs> こと想像性もね大事だな、うん、大事だなのなんか急に来てしまいました想像性もねそう大事だなっていうかすごいなんかうんやっぱそういう想像豊かな人って楽しそうと思った話しててわあすごい楽しそう人生楽しそうって思ったうん。 私もなんかねそういう人になりたいな雪とか降ってさ「いや積もらないでほしいわ」とか「えー、雪降ってきた」とかじゃなくて「この雪は溶けてどこに行くんだろう」「この雪は今誰にとってどんな存在なんだろう」とかねうーんとかね思ってみたいんですけどねうーん、なかなかそんなことは思えずということではい。で、しかもね、そう もう一個すごい尊敬するところがあって、あの毎日十キロランニングをしているということを言っていて。え、ランニングしてますか。私はしてません。うん。最近は歩くのも全然してないんじゃないかなっていうぐらい。歩いてもないし、走ってもないし。すごくない。十キロ。うん。 ういう感じやばいよね私ね小学校の時に3キロマラソンをしたんですよまあマラソン大会でねもう本当に3キロよく走れてたなと思います今でも最近、まあ、体育の授業で3キロなんても走らなくて1キロとかせめて走ったりするんですけど高校入ってから1キロでも超疲れるんですよもうもうえっ、ー、や。 も内臓出ちゃうんじゃないかなっていうぐらいもうん、っていう感じなんですよなのに1 0キロってね皆さんでもね結構あのランニングしてるよって方がファンの方にもいらっしゃってどうですか皆さんしてらっしゃいますかどうですかゆかまだ若いのにいてきてる若いのにねでももう体は追いつけません うう若さが <laughs> だんだんねおぴピぴピさんハートありがとうございましたしてませんおしてないですあウォーキングはしてあウォーキングね私も一時期ちょっとしようかなって思いましたねしてないんかいっていうしようかなと思っただけなんですけどねはい。 ねウォーキングでもいいと思います素敵素敵です走らなくてもね歩くだけでもちょっと違いますから体を動かしていきましょうえー、すごいでも筋トレのみとかねそう筋トレをしてるのもまあでもね私も筋トレはまああそうそれで言うとですね昨日あの話がごめんなさい点々とするんですけども昨日ですねあはなさんの基礎レッスンをやっと受けることができまして。 そう今ただいまアンレームあのユニット私加入させていただいたんですけどもあのそこであの基礎レッスン花さんからの基礎レッスンを今受けていてみんなね。ねえ私一回も参加できてなくって「えずっと受けたい」って思ってて放送見ても「えめっちゃためになる」と思って私いつも放送見ながらこうやって一緒にやってたんですけどそう昨日やっとね、あのー、リモートなんだけど基礎レッスンを受けさせていただきました。 ハナさんっていうのはですねもう素晴らしい方で TWICE のももさん分かりますかのお姉さんでダンスの先生だったりダンスをその作ったりされてる方でそんなすらしい方の基礎レッスンをはいあのリモートではあるんですけれども受けさせていただきましたそうよかった本当にそに私だけ多分受けたことがなかったからえーと思ってたんだけど。 そう、やっとできましたもうね基礎レッスンっていうか、まあ、あのストレッチとかだったりこの胸のこのこうやって「ううう」うとかねこう,こういう肩,肩だったりねこういうこうなんかこういうのだったりねこういうのだったりねっていうことをしたんですけどあのねまずストレッチからすごくって。 私ね筋トレとか普段一人でやったりするんですよ。まあ筋トレって言ってもなんですけど、まあちょっと体伸ば,伸ばそうかなとかね。そうやる,やるんだけど、もうねやっぱそこから違くってすごい体が伸びるの。もい痛いと思うぐらい伸ばす。なんか普段使ってない筋肉も伸び、伸びたりしてね。そう、やっぱり私自分で、私がね自分でやるときとはまた違って、 すごいなんか体がが伸びた気がしますそうそうやっぱりね何事もね基礎が大事って言うじゃないですか勉強もそうなんですけど私は数学はあの先ほどちょっと思われた方もいらっしゃるかなと思うんですけども数学が、えー、大の苦手でございますはいあの本当に基礎から学ばないといけないなっていうぐらいうい、ん、さっきちょっと実感したんですけどやっぱり基礎って大事じゃないですかそう だからダンスもその同じで基礎が大事なんですようんそうだから私もちゃんと基礎からそういうストレッチとかそういう細かいこの動きだったりとかそうそこからやっぱりね、うん、やっていかなきゃいけないなと思いました改めてうんそうでもやっぱりね普段動かしてないところだったりするからすごい痛いのねもう一人でリモートだけど多分声出てた私えっ、ー <laughs> 本当にねもう体硬かったですわ、うん、噛みました硬かったです本当にカチカチでしただからちゃんとまあ毎日うんやっていかなきゃいけないかなと思いますねうんちゃんと体を伸ばして12よいしょはいはい やっていいこうと思います皆さんはどうですか筋トレしてるよっていう方もいらっしゃいましたしそうえ今日成美さん筋肉痛って言ったえ一緒かな私と「なるさん一緒だったら嬉しいです」<laughs> 皆さんはどうですかおはにまるさん誰もありがとうございます。 すごい明日ジム行ってきますえーかっこいいねジムとかねここ,ここやってやるのなかどうやって,うー,って、ね、うーんあー素晴らしい腕立て伏せ背筋腹筋スクワットいや素晴らしい皆さんすごいでも大事ですよねやっぱ動かすのはね皆さんぜひ言ってください今日は 何々しましたとかストレッチしましたとか何回しましたとかもうそれ見て私はもう負けてらんない負けらんないよってことでねはいちょっと頑張らせていただきたいので皆さんぜひお願いしますで今の演技で思い出したんですけどいや思い出しすぎっていうことで話がまた飛ぶんですけどあのー、先日あの花が咲く丘でまた君と出会えたらっていう映画を見させていただいたんですよ そう見れたんですもう思い出したけで泣けるんですけどすごくあの感動する映画ということで、ね、もう友達が先に見に行ってたんですけどもうあのすごい「もう,うわ!」ってなるぐらいないたって言ってて「えー、っ?」と思ってねもうずっと気になっていた映画をやっと先日見に行きましたそう やっと見見に行けたたんんです皆さん見ましたちょっともしこれで話しちゃったらネタバレになるかなどうですかそうゆいゆいさんと多分同じ時に見たのかなのゆいゆいさんもストーリーを上げてらっしゃって「えっ私今見た!」と思ってね「えっ同じだ」ってちょっと一人で嬉しくなっていたんですけれどもそうそう。 見た方も見てない方もいらっしゃるんだけどじゃあネタバレにならない程度で言っていいですかあのまず出演者の方がすごい豪華でそうで何と言っても私はあの言っていいですかや役名言っちゃってもいいですかえっとど,どうだろう役名まで言ったらバレ,バレるのかな大丈夫かな役名はあの 役名を言わせていただくとあの鶴さんっていう役の方がいらっしゃってなんとそれがね松坂恵子さんなんなですよもうびっくり私映画館でもう一人で感動もう何泣けるシーンじゃないのまだ全然ねもう一人であのもう共演し,したんですよもう皆さん先に言っとくんですけど私松坂慶子さんと共演したことがあるんですよこれほんとね 信じてください、はいはあのそう実はあの昔私映画に出演したことがあって昔と言っても2年前ですかね、はい、出演させていただいて「あの扉の、うんあの庭の扉を開けた時」っていう映画を、はい、出演させてい,ただ,いただいたんですけれどもそうでそこでね松永恵子さんと共演させていただいたんですよ。 ねそうでその方が今この私が見てる大きいスクリーンに映っててうわ <laughs> と思ってもなんか私一人で感動しちゃってこんな素晴らしい方と共演したなと思ってねでも演技ももうめちゃめちゃお上手でも一人でも「すごい!で」ってもう今でも思い出すぐらい泣きそうになるんですけど本当に。 なんかもうと、ね、になんかもう言葉には笑わせないんですけどもそう余計そうそういうこと共演した方がいたからもう余計になんか私もなんかこんな素晴らしいかなとでも物語もなければしもなどっちも重なってもう感感動っていう感じではい感動をかける2でした本当にねうん感動してしまいましたねでもう1人 共演した方がいらっしゃって、すごくないですか自分で言うのもなんですけど、すごくないですか今のその映画に映ってらっしゃる方と私は共演してるんですよ。すごい。はい。で、その方というのは、あの、津田寛治さんなんですけど、津田寛治さんとはですね、あの、福井の輝きちゃんの旅っていうドラマでね、共演させていただいたんですけれども、すごくない もその同じ映画でね出演さ,されてらっしゃってもう超演技上手くってもう本当に上手いじゃ表せないくらいもう何て言ったらいいんだろうもう迫力がすごくってもう一瞬津田寛治さんっんて分からないくらいのもうデタバレになっちゃうかもしれないなんかちょっと怖い役なんですね。結構もううわーっていう役なんだけどもうえ でもすごいってなりましたね。本当に怖かったもん私ーってなったんですけどそうでもこの方とも共演したで私が共演した時の津田寛二さんはもう福井弁のもう鉛がもうすごくってそうでもう「あああおすごい!」と思ってたらもう今回の映画でも,もすごい 本当にね迫真の演技ってやつそうそういうことすごかったもうそれの感動もありつつ、まあ、ストーリーとかも、ね、素晴らしくて私はもう涙が何回ももう頬を伝わりました伝えましたようんまにうん是非皆さん見てほしいですねえ映画「あの花のあのあの花あの丘であの花」 あの花が咲く丘で「また君と出会えたら」上映中ですぜひご覧くださいっていう感じでねはいもう皆さんぜひご覧ください本当に良かったのでもううるうるでしたずっとそう私映画自体もめちゃめちゃ久々だったんですよ見に行ったのがそうなかなかねあんまり映画得意じゃなくてなんか 結私も昨日じゃない先日か先日こうやって見に行ったんですけど映画をもう緊張しちゃった始まる前大丈夫かな緊張しちゃうんですけどやっぱり見終わった後だとねもうえー、また見たいってなるのでそう映画やっぱいいですねでも一人で見るのも好きなんですようんどっち派ですか皆さんは映画館で見たい派か一人で見たい派かそう私はどっちも捨てがたい 一人で見るのも大好きだしそうそうおコウタさんハーありがとうございます小田さんも雪だるまありがとうございますお一人派が多いですね一人でも友人でもどっちでも派うん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 わかるわかるお映画館一人映画一人えあ映画館で一人ああなるほどね あじゃあ、映画館か、そのスマートフォンで最近見れるじゃないですか。あの、ネットフリックスとか、ボーアプリでね。そう、ど、どっちが好きですかあでも一人じゃないとね、確かに集中できないっていうのはちょっとわかるかも。ねあ映画館がいい。うん。やっぱり映画は映画館か。 うんやっぱり映画館の,その音とかがすごいじゃないですかもうなんかもう本当にその場にいるような感じするよねそうなるほどね,ねそうそうそう迫力がねやっぱ違うよね 意外と映画見に行ったりします意外とね私のファンの方は見に行く方多くってそう見に行ったよって教えてくれた方もいらっしゃってねそうんん ?4DX かな見たことないですなんかあれかな椅子とか動,動いたりするやつだっけなんだっけなんかすごいすごいやつだよねなんか見たことないなんか やってみたいけどどんな感じなんだろう空気出るやつえー、すごう、うんそう水出たりねそうそううんあ飛んで埼玉もね迷った見ようか見てない面白そうすごくウィッシュも見てみたい もう全部見たい気になるコナンもあるしねそろそろ見たい <laughs> オルタンハートありがとう <laughs> ゴジラよかったえー、ゴジラゴジラもね面白そうだなねえそうスパイファミリーもあるよね可愛かったなんか告知で出てたんだけどめっちゃ可愛かった可愛いよなあにゃ お松ぼっくりさんもありがとうございますそうでもやっぱり映画っていいねなんかすごい引き込まれるその場にいる感じがしてすごいうんいいですねたまには私も時間ある時行ってみようかな一人映画も行ってみたいのだからそう今回は友達と行ったんだけどそう一人映画行ってみようかな緊張するけど行ったことないですね かずきさん音波ありがとうございます、ね、友達はそう実は2回目で <laughs> そう友達はねもうかなりその映画にハマっちゃったみたいでそう2回一緒に見てくれた、うん、2回目な,なんだけど私初めてで「えこれ見たいんだけど」って言ったら「私2回目だけど見たい!」って言って「もういいんだ!」って言って2回。 見てくれました友達はそうでもねやっぱ2回なんかすごい細かいところで「ああとかそういうのいろいろあるみたいだから私もなんかもう一回見たい気持ちもするけどでも1回きりのあのなんか感情もね残しておきたいなとも思うし何とも言えないですねうんでもすごい良かったので皆さんご覧ください是非。 そう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 でもネタバレはねそうネタバレはやっぱりしてほしくないよね基本やっぱりその時の衝撃が欲しいからさ「とか「とかね「っ <laughs>」っていうのが多かったです今回はもう「みたいな「ええ」みたいなことが多かったんですけどそう。 っていう感じもう映画いいね映画見に行こうまた行こうと思いますはい、うんうん、うん <laughs> おワイプさん誰もありがとうございますはいということであそうだそうだあのー、また話が変わるんですけど虹パレ皆さん見てくださいましたか 堺市のやつです皆さん見てくれましたか YouTube に上がっているんですよ FBC の公式 YouTube に上がってるんですけど皆さんにじぱれは見てくれましたかお見たよって方が多くてありがとうございますどうでした 実はカニを食べたんですよ。イエー。<laughs> そう、実はカニを食べて。もう超最高の旅だったんですよ。もう超豪華だったよね。今回。どうでした。皆さん、どこが好きでした。やっぱカニ。スマホショルダーも嬉しかった。めっちゃ可愛くないですか。そう。 そうめっっちゃ美味しかったもう言葉が出ない人って美味しすぎるき言葉が出ないんだなって気づきました本当にもう今回カニを食べたんですけどもうおこれですもう映画館の同じ気持ち衝撃がすごいもう「いしい!」ってなりましたねもうほ言葉が出なかったうんはいそう言葉にできなかったですね もう是非福井来たら食べて欲しいです、うん、美味しいんで絶品なんですよ。今回大徳さんに行ってきたんですけどすごいねその海のレストランって言われるぐらい海がもう景色がねすごかったじゃないですか。もうすごい日本海がもう波がボーンとかバシャーンとかも風ブワーンで頭うわー <laughs> っていう,もうすごい。 あの映画館かなー 4DX の映画館かなっていうぐらいすごいもう風とかも波とか潮風とかもううわーってなったのですごかったのでぜひそそういうのも楽しみたい方は行ってほしいですし何より超美味しかったですご飯がもううんあのうん美味しすぎてほっぺたがもう。 落ちましたあのえー、多分ステーキヒレステーキも食べたんだけどめっちゃやばかったですでお刺身も美味しいのもう全部美味しかったの本当に是非行ってください皆さん本当にそうもう是非行ってほしいでそのあとはあの なねっ、ね、に入っている、あのー、デザートアフターヌーンティーかを食べたんですけどもそれも超美味しくてそこがですね松島水族館の近くにあってそう超おしゃれなんですよ店内がね。ぜひ行ってください皆さん。 そうだから福井はね本当にいいところがいっぱいなんですよそうだから是非新幹線開通したら来てください皆さんうんうんうんすごかったよね私あんなおしゃれなねレストランとか一人で行けないからさやっぱロケで行けると嬉しいしありがたいですよね いや本当に福井来てください皆さんうん虹パレを見て思ってほしいですね虹パレのここ行きたいとかねうん思ってほしいですあとスマホショルダーあそこもねすごくないスマホショルダーが自分でそのリボンを選んで自分でその場で作れるっていうお店だったんですけど 今回私はスマホショルダーというわかるスマホをぶら下げるショルダーを作ってリボンでめっちゃ可愛いのお花柄のちょっと今下にあって見せられないんだけどあのまた写真あげますはいそうめっちゃ可愛いからぜひ見てくださいそして YouTube 見てください皆さん FBC 公式 YouTube「輝きちゃんの旅」インサ坂石見てくださいまだの方は。 FBC さんの公式 YouTube で上がっておりますのでぜひ見てくださいそうそうという感じですチェックしてください皆さんはいという感じですかねあとはそんな感じです <laughs> ちょっともうなんか今日なんかすごい 眠たいいかもしれない何でだろう今日実はねちゃんともう寝たんですけどね今日にそこの時間に備えて寝たんですけど今日なんか頭が回らないいつもの私のトークマシンガンがと思ってあトークマシンガンで思い出したんですけど <laughs> また話が飛ぶんですけどあの今日友達と「そのアンレームって挨拶あるの?」っていう話になって「あるよ」って言って「アンレームです」っていうあの最近できたんですけど。 挨拶あるよって「言って日向ううはどうやってやってるの?」って言われて「えアンレームの日向です」ってやってるよって言ったら「えなんか,なんかああいう何々担当とかないの?」って言われて「まあ、確かに」と思ってね「何々担当え何がいいかな?」とか言ってで,でその子は「なんかお茶目担当!」とか,なんか言ってて「うんそれはなしで」っ <laughs> て <laughs> 言ってで私は何かなと思ってなと思ってあ トークマシンガンガ担当ひやろうかなって言ってたそしたら「マシンガンよマシンガン!」ってなんか言われてなんかちょっとよく分かんないなと思って、うん、でもその子はなんかそれを自分で言って自分で大爆笑してたっていうちょっと変わった友達ではあるんですけどそうだからそれだなと思ってたんですけど今日はちょっとトークマシンガンがはい出ずごめんなさい本当にとに頭の回転がねあのちょっと最初の。 1六6 0ンチからちょっと頭が焦ってしまって、うん、結構ちょっとね回らなくなっているかなっていうあれ、はい、なので最初のあの6 0ンチが1メートルっていうのはうごめんなさい頭が回ってなかったっていうことではいちょっと皆さん今回見逃してほしいなと思いますはいちょっとよろしくお願いしますそうそうそうっていう 感じですね。<laughs> 今日は話が飛びすぎているな。まあでもいろんな話、もう話したい話題を今日はたくさん話せたので良かったかなと思います。うんうん、エルボースイシタさんハートありがとうございます。そうそうですという感じで。 まあでもクリスマスっていう感じんかねまた話が飛ぶんですけどクリスマスですよねもうでそしてクリスマスが終わったらもう1年も終わってしまうんですけれどもなんだかねちょっとあらやだ奥さんなんか今年はねあんまりそんななんか年末やっていう感じがしなくってちょっと焦ってるんですよえ,えもう終わるのっていううんそんな感じがしなくて。 ねどうなのかなあ皆さんどうです私だけかもちろんサンタは来ません、はい、もちろんサンタが来る見込みはないです私も今年もねなんか小学校中学校か小学校か小学校なんか卒業してからサンタさんが結構来ないことが多くってうんちょっと残念ではあるんですけどねはーい ほんまにうんそう2024年になるんだよねすごいな早いななんで皆さん悔いなくい,いきましょうはいそうという感じですね はい、<laughs> あでもなんと12月28日にはアンレームのファンミーティングがありますしそしてその日には私のデビュー日でございますイエーイでも残念ながらあのー、ショールーム配信がおそらく来週とかもう来週からできなくって結構スケジュールが立て込んでいて多分デビュー日配信が当日とかにできなくって。 だからできれば前日かそれとも年明けかになってしまうんですけどまあいつかのデビュー記念配信みたいなことはしようと思うので皆さんそれだけちょっとはい理解していただけるとありがたいなと思いますそうでも当日にねそうファンミーティングというイベントがあって当日に皆さんお会いできるということなので私も超ハッピーですしかも今思うとめっちゃ年末ですねデビューしたの28日ですぜひ 皆さん会いに来てください28日お待ちしております告知アンレームファンミ待ってまーす新曲もね楽しみお楽しみに <laughs> はいあとはお話し会だね今週末お話し会があるのでお話し会も皆さんお楽しみにサンタが来るかも来るかもですか,かも かもですはいであとはそうなのあと元日公演かな元日公演がはいありますので1月1日もお楽しみに年末と年明け会えるんですよ皆さん嬉しい <laughs> 会いましょう年末と年明け会いましょうはいということでそして 本日のお知らせがあります。本日ですね、TBS さんの方でプレイリストという音楽番組にアンレイムが出演いたします。はい、今回真夜中の微熱という、あのー、3曲目を披露させていただきました。そしてトークもね、ありますので、ぜひ見れる方は見てください。結構深夜だったかな。20、26時だっけな。 だよねどこに書いたっけどこに書いてあるはず 26,、うん、26時8分からだそうかなり深夜なんだけどもし見れる方は見てほしいですしぜひ録画してくれてる方は録画してください はい、といいう感じでございます見てねーそして TikTok もインスタもやってますのであ,ーあと Twitter の「おはよう」ポストもやってるのでそちらも見てねーという感じでございますはい私も放送ないです福井県も放送ないんですけどえー、どこかで見れることを期待してみ見ます頑張って。

9位戸所さんありがとうございますまた見てくださーい8位ばんぼしさんアットマークファンミー当たったよ年越せるおめでとうファンミー私のデビュー日会いましょうねありがとう待ってまーす続いて7位翔くんお仕事中頑張ってありがとうお仕事中におめでとうまた見てください6位 GS さんありがとうございますまた 見てくださいアイコンにしてくれてたねありがとうねイラストありがとう続いて5位バイプさんありがとうございますおめでとうございますまた見てくださーい続いて4位コバさんありがとうございますまた見てくださーい続いて3位サッターさんアットマーク昨日のボイスメッセージ最高でしたおそう昨日初めてビーバースでボイスメッセージ送ってみた今日も送ってみようかしら結構楽しかった また聞いてくださーい。ありがとう。続いて2位、ケイシンくん。おめでとう。ありがとう。また見てくださーい。ありがとう。<laughs> そして1位は、お、島田和之さん。素晴らしい。最近1位多いです。島田和之さん。ありがとう。また見てくださーい。1位。ありがとう。では、ラッキーカニカニ行きましょう。 22二コジーさん。おパンダとニコちゃんの絵文字がついてる。ありがとうございます。また見てくださーい。さあもう一人の方いきます。はい。お三37位フォーコさん。アットマーク香港チームメイトと16期白石さん。ありがとうフォーコさん。また見てくださーい。はい。ということで今日は皆さん見てくださりありがとうございました。えー、坂川ひゆかは。 1 m 6 0センチと言ってしまったりと今日は頭がちょっとおかしかった配信だったのではありますけれどもねはいえー、またこんな配信でも見に来てくださる方がいらっしゃるので、えー、また配信しますし是非次また配信したら見に来てほしいなと思いますでは私はもうすぐ寝ますもう疲れてんのかな早く寝ますありがとうね皆さん皆さんも早く寝てくださいよ今日は夜更かししちゃダメよ もうね夜更かしはねお肌に悪いんですということで私はニキビがちょっと治ってきたんですけど肌荒れ中です絶賛皆さんも早く寝て健康に過ごそうね風邪には気をつけて寒くなってきたのであったかくして寝てください今日は私もポカポカパジャマ可愛いでしょ恐竜パジャマを着て寝るよということで皆さん今日も一日お疲れ様でしたまた会いましょうグッドナイトグドナイトーユグッバイ good night。またウィバース送ります。プラメもね。いろいろ S. N. S. もあげるね。じゃあね。おやすみ。